カイロプラクティックは1895年にアメリカのダニエル・デビット・パーマーによって創始された主義療法。名前の由来はギリシャ語でカイロ種、プラクティック技術を意味する造語。世界保健機関は保管代替医療として位置づけている。アメリカやイギリス、カナダやオーストラリア、EU 諸国の数カ国など約40カ国が主に筋骨格系の障害を取り扱う。 脊椎ヘルスケアの専門職として法制度化している。日本はカイロプラクティックのみを対象にした法的な資格制度が存在せず民間療法として誰もが自由に開業を、を医療関連法規に定職しないことを前提に施術が事実上可能である。カイロプラクティックを創始したダニエル・デビッド・パーマー世界、厚生労働省が運営するサイトでは海外の情報として カイロプラクティックは体の構造と機能に注目した専門医療であり、手術法は主に脊椎やその他の身体部位を調整することにより、歪みの矯正、痛みの軽減、機能改善、身体の自然治癒力を高めることを目的としていると紹介している。カイロプラクティックの定義は団体や教育機関によりそれぞれ異なる場合が多い。過去。 疾病の直接の原因が、脊椎など、椎骨の構造や、機能の異常であるとする説もあった。定義や解釈に、異はあるが、史実は、それぞれの国や、州の現行の法律に基づくものである。カイロプラクティックの名称はギリシャ語のチロと、プラクティコスを組み合わせた造語で、サブラクセーションを調整するために、アジャストメントと呼ばれる、主義療法を用いることに由来する。 風はカイロプラクティックを代替医療として位置づけ、2005年に安全で有用な教育を目的に、カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関する風外ドラインを発行して日本語のか10カ国語以上に翻訳されている。風は1997年に世界約80カ国からなる NGO の世界カイロプラクティック連合をカイロプラクティック団体として初めて認可した。 カイロプラクティックの手術者は、カイロプラクターとして、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、EU 諸国、南アフリカなど、約40カ国が資格として法制化している。米国カイロプラクティック協会は、筋骨格系と神経系疾患に特化した医療と定義している。カイロプラクターは、薬物投与や手術療法はせず、独自の主義療法を治療の、 主な手段とし、検査、診断と治療を行っている。カイロプラクターは幅広い診断知識を有し、主義療法、理学療法、リハビリテーションの他に、栄養と食事や生活習慣も指導する。州の法律に規定された業務範囲以外の治療や検査が必要な場合は、他の医療機関を紹介する。アメリカでは社会的役割も果たしているが、日本は、 法的根拠が明白でないことから、カイロプラクティック療法は事象であり、手術内容は、異がある。日本には、1916年に、川口三郎が伝えたとされている。加工は、パーマーの設立した、パーマースクールオブカイロプラクティックの卒業生である。同校発の日本人卒業生は、森久保茂太郎である。国民生活センターは、生体、カイロプラクティック、 マッサージなどの重症事例を主義による異業類似行為の危害の報告書として2012年にまとめ、カイロプラクティックは法的資格制度がなく、手術者の技術水準や手術方法などの差異を指摘した。国民生活センターの要請に業界の対応として日本カイロプラクターズ協会はカイロプラクティックの安全性に関するガイドラインを呼び、 カイロプラクティックの広告に関するガイドラインを発表し、利用者の安全性を高める目的で、特定の対象者に対して安全教育プログラムを開始した。WFC の日本代表団体は、日本カイロプラクターズ協会である。2014年から自主規制として、日本カイロプラクティック登録機構により、風の教育基準を満たしたカイロプラクターの登録制度が始まり、 登録者名簿は厚生労働省医政局維持課へ提出されている。日本カイロプラクティック登録機構の登録試験に合格し申請することで登録カイロプラクターとして認定される。詳細はカイロプラクティック治療テクニック、アジャスト及び脊椎アジャストメントを参照、ブスではよく使用される技法について集計を行っており、以下は2003年の集計である。 詳細はカイロプラクターを参照。カイロプラクティックの法的資格がある国々では、一般的に国際カイロプラクティック教育評議会加盟の認証機関から認可を受けた教育機関で専門教育を履修し、国や地域が指定する資格試験に合格することでカイロプラクターの資格を取得することができる。アメリカやカナダにあるカイロプラクティック専門大学では、 ドクター・オブ・カイロープラクティック職業学位高速818例を対象に分析を行い、カイロープラクターを受診した場合にかかりつけ医を受診した場合より、ベーバー高速の危険性が高まるという科学的根拠は得られなかった。研究者らは、かかりつけ医の受診とベーバー高速に関連性が認められた理由について、ベーバー乖離を生じた人は、頭痛や低部痛のために高速が起こる前に、 医療機関を受診する可能性があるためではないかと考察している。日本は各府省により対応が異なる。厚生労働省異性局は民間療法イコール無認可主義療法。厚生労働省職業安定局は医療、保健、福祉の職業やサービス業。経済産業省は医療、福祉に位置づけている。手術及び開業については 昭和35年の最高裁判決、異業類事行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす、恐れのある業務行為に限局する、また、職業選択の自由により就業している状況である。現在、カイロプラクティックを直接規定する法律が存在しないが、長年にわたって、厚生労働省はカイロプラクティック業界の存在を認知している。無論、 人の健康に害を及ぼす恐れがあれば、吐き放題12条、違反や医師法第17条違反となり、処罰の対象となりうる。詳細は、異業類似行為を参照、マッサージ日本における、マッサージも参照条件にもあるが日本では法制化されていないため、法に定められる、以外の民間療法行為となる。政府は、カイロプラクティック療法は、脊椎を調整することにより、 神経の回復を図ることを目的とする、両方とされており、この点においてアンママッサージ施圧と区別されるものと考えられるとの見解を答弁している。次の両方について、アンママッサージ施圧し、針し、休止、柔道整復師等に関する法律の適用上疑義,義が生じたので、折り返しご教示願います。一回路プラクチック両方、この両方は百九十五年。 米国のダニエル・ダビッド・パーマーによって草案され、主義により、脊椎の不全、脱臼を強制する方法で、脊椎強制療法とも言われているが、これを指圧に含めて良いかどうか。昭和45年6月24日、第374号をもって、危険衛生部長からご紹介の表記の件について、次の通り回答をする。1についてご紹介のカイロプラクチック療法は、 脊椎の調整を目的とする点において、アンマ、マッサージまたは、指圧と区別され、従って、アンマ、マッサージまたは指圧に含まれないものと解する。昭和45年6月24日、第374号厚生省委務局長宛て、宮城県衛生部長紹介未法制化であるため、誰もがカイロプラクターを自称することが可能である。自のプラクターが多いため、 形通アジャストメントによる事故も報告されている。それにより、前述の通り厚生省は、カイロプラクティック各団体に、異業類似行為に対する取り扱いについてを通知し、その中に近畿対象疾患の認識や一部の危険な主義の禁止を指摘した。これにより、各団体により自主規制が設けられることになったが、法的にはカイロプラクティックが禁止されることはなく、 問題が起きた時には個別の施術者が障害などに問われることになる。合団体の意思の統一が図られることが急務ではあるが現状ではかなり難しいと思われる。現在でも厚生労働省はカイロプラクティックの法制化には消極的で資格化の可能性は低い。平成16年度保健所行政の施策及び予算に関する要望書においては 生体術やエステティック等の手術類似行為に対し、早急に法的規制、管理指導を引き続き強化されたいとの要望が出されている。法整備が未熟なため、数ヶ月のものから2年生、パートタイム。ただし、教育期間が長いからといっても、必ずしも技術、知識、倫理、安全管理が優れた業者とは限らない。現状の法解釈では、 あくまでも人の健康に害を及ぼす恐れがないことが前提である。米国で修士学を取得した者もいるが、病院と提携しない限り、日本ではレントゲン等の検査ができないため、日本国内での史実は、米国のものとは異なる部分がある。また、米国で DC 学位を取得した学位取得者と国家試験に合格し開業免許を取得した。 資格取得者を区別することは可能である。米国の国家試験に合格したカイロプラクターであれば、全米カイロプラクティック試験委員会の合格証明書、もしくはいずれかの州の開業免許を持っている。米国政府公認カイロプラクター、米国政府公認ドクターオブカイロプラクティックの肩書きを持つ者がいるが、米国連邦政府はカイロプラクターを認可することは、 していないためこの表現には事実誤認がある。カイロプラクティック、生態ともに国家資格等の基準がなく民間資格である。風は教育を認可することはしないが、風の基準に基づいた教育を受けた等も自由に名乗られる。厚生省健康政策局維持課長通知において以下のように指導され、また危険性も指摘されている。通知において 近畿対象疾患が挙げられているが、過去にはマッサージ様の手術で近畿を認識していた手術に関し、異行為とした判例がある。法律が変わっていない場合、判例に背いた行政通知は無効であり、この通知をカイロプラクティック療法の合法性の根拠とすることはできない。いわゆるカイロプラクティック療法に対する取り扱いについて近似。 カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラクティック療法については従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当初に脊椎減性疾患の手術に関する医学的研究のための研究会を設けて検討を行ってきたところである。今般、同研究会より別点の通り報告書が取りまとめられたが、同報告においては、 カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で同療法による事故を未然に防止するために必要な事故を指摘しているこうした報告内容を踏まえ今後のカイロプラクティック療法に対する取り扱いについては以下の通りとする近畿対象疾患の認識一部の危険な主義の 禁止適切な医療授業の遅延防止古代公国の規制風は日本のような未法制過国での教育は正規にはつながらない限定的な教育と分類している。日本の風基準、国際基準を標榜する学校は高卒、または高卒程度で入学が可能であるが、風ガイドラインの正規教育には入学前基準があり、およそ理系の大卒程度の基礎科学が 必要とされている。これは医学を学ぶにあたり、より高度な知識が必要となるためである。アメリカのカイロプラクティック大学では、就学前に一般教養、基礎科学の単位が必須であり、さらに4年間の学習となる。日本にカイロプラクティック教育の多くは、授業内容も自称であり、時間数だけで優劣は判断ができない。卒業後に、 民間資格が与えられることが多い。また、大学評価、学位授与機構に登録されているシースは、アメリカの認定機関であり、日本のカイロプラクティック学校を認定、認可した事実はない。しかし、日本で国際カイロプラクティック教育評議会のうちの一つの南洋州カイロプラクティック教育評議会に認可された学校として、東京カレッジオブカイロプラクティックが存在する。 アメリカ合衆国において、カイロプラクティックに関する手術の試験を運営する、全米カイロプラクティック試験委員会によって、本校の卒業者は、同教会による試験の受験資格を有するとされている。日本以外の法制各国に留学し、職業大学を卒業した者は別に存在する。ただし法制化された地域では、学位授与後に国家試験の受験などにより資格を取得し、 開業権を持つアメリカにあるカイロプラクティック大学の入学条件は2学期制で90単位以上の自然科学を含む GPA2.50 以上の事前教育が必要とされている。ありがとうございます。